皆さんこんにちは。法徳学院学習ブログのとしです。中学3年生の夏期講習の歴史第3回、今回は飛鳥時代について復習します。歴史を覚えようとするとき、闇雲にたくさん覚えようとしても覚えられません。項目に分けて覚えましょう。できれば5つ以内に項目を分けると覚えやすいですよと。さらにこの5つを細かく分けていく、それももちろん5つ以内ですね、分けて覚えていくと頭に残りやすい。さらに付け加えると、その項目に対する質問と答えを用意して、質問したらすぐ答えを言えると、こういう練習をするとさらに頭に残っていきます。では今回飛鳥時代ね、聖徳太子、大化の改新、壬申の乱、大宝律令、この4つ覚えていきます。聖徳太子、大化の改新、壬申の乱、大宝律令ですね。聖徳太子、593年に推古天皇の摂政となって、蘇我の馬子と協力して政治を行っていきます。やったことは簡易12回17条の憲法、遣隋使、法隆寺、この4つ覚えますね。簡易12回というのは才能や功績のある人物、人物といっても誰でもいいわけではありません、豪族ですね。そういう人物、これを役人に取り立てる仕組みです。それまでは例えば鈴木さんのうちだったらこの役人になって仕事をすると、小野さんのうちはこういう役職になるよと、家ごとにね仕事決まってたんですよ。その家に生まれないとこの役人にはなれない、こんな仕組みだったのを、能力ね、才能とか功績があればどんどん役人として使っていこうと、これが簡易12回の制度です。で、簡易12回の制度、才能や功績のある人物を役人に取り立てる仕組み、才能や功績のある人物を役人に取り立てる仕組みは簡易12回と、ね、こういうふうに口ですらすら言えるように練習してください。で、次、17条の憲法、憲法といっても今の憲法とは違います。ルールです。役人のルール、役人の心構え、ね、役人はこうしなさいという心構えを示したものが、17条の憲法です。17条の憲法は役人の心構えを示したもの、役人の心構えを示したものは17条の憲法、こうなるわけですね。で、遣隋使、中国隋という国だったんですけど、ここに、使節を送ります。これは遣隋使です。これ隋と対等な立場で国交を求めたんですけれど、実際には目的は何かというと、隋の進んだ制度や文化、これを学んで日本に伝えるのが遣隋使の役目でした。代表的な人物は小野妹子ですね。小野妹子、じゃあ遣隋使は隋の進んだ文化や制度を日本に伝えるために、使わされた施設、隋の進んだ制度や文化を学び日本に伝えたものは遣隋使と、代表的な人は小野妹子と、こういうふうに、覚えてみましょう。法隆寺、聖徳太子が建てたお寺ですけれど、これ世界最後の木造建築物で、今は世界遺産になっていますね。法隆寺、世界最古の木造建築、このように覚えていってください。では大化の改新に入ります。大化の改新、645年中野大江の内と中富の鎌取が蘇我氏を倒しました、滅ぼしたと書いてあるものもありますね。実はこれが大化の改新じゃないんですね。これは一子の変という事件で、内容は蘇我のイルカという人、この2人が暗殺した事件です。この事件をきっかけに始まった改革、政治の改革、これが大化の改新です、ね、蘇我のイルカ、なぜ殺されたかというと、この蘇我のイルカという人が朝廷より力を持って政治を独占していたから、権力を独占していた、このためにこの長野大江の内と長富の鎌足、政治の権力を自分たち朝廷に取り戻そうとしてイルカを暗殺したということです。このイルカのお父さん、この暗殺された翌日に自害、自殺しています。で、どんなことをやったかというと、公地公民がよくテストに出ます。公地公民というのは土地と人民を国が直接支配する仕組みです、ね、土地と人民を国が直接支配する仕組みは何、公地公民と、こういうふうに言えばいいんですね。じゃあ公地公民をするのにどんなことをしたかというと、反転収受の法というのを作りました。これね、いろんなことを書いてあるんですけど、いっぺんにできたわけじゃない、時間をかけてゆっくりね、改革は進んでいったということなので、そこも頭に入れておいてください、ね、反転収受の法を定めて税の制度を整えていきますと。これ一定の年齢になると個人に
国から区分田という田が与えられて、そこで取れた収穫されたものの 3% を税金として国に納めると。でその人が死んだらその土地田んぼは国に返すと、こんな仕組みでした。で誰にどのくらいの田を与えるかというのを知るために戸籍の制度、これも作られていきました、ね。公地公民って何、土地と人民を国が支配する仕組み、土地と人民を国が支配する仕組みは公地公民、どんなことやったら反田収支の方を定めた。具体的にはって言ったら、一定の年齢になった個人に、区分田という田は分け与えたと、ね。一定の年齢になった人物に分け与えられた田はない区分田、こういうふうに言えるようにしましょうと。で次に覚えるのが壬申の乱、壬申の乱というのは天智天皇、これは中大兄皇子が天皇になった時の、名前、これは天智天皇ですね。天智天皇の死後、次の天皇の名を、天皇の座をめぐる争いが起きました。これが壬申の乱です。で壬申の乱は天智天皇の死んだ後、次の天皇が誰になるかということで起きた争いと、こう答えればいいわけですね。この壬申の乱、勝利した大天皇子、大天皇子というのは天智天皇の弟です。この人は天武天皇になりました。この天武天皇の時代にこの国、これが日本という国だよという名前が、使われるようになって、それまで、朝廷の一番偉い人大君ってほとんど呼ばれてたんですけど、これを天皇と呼ぶようになりました、ね。最後大宝律令ですね。大宝律令701年に唐の律令、これを習っ、これに習って習っていたから模範にしてとかね、真似してくらいに覚えてください。習って日本に大宝律令という法律ができました。律令の律っていうのは刑罰に関する法律、令という方は政治に関する法律のことです。でこの法律によって日本の国の仕組みが整ったということになっています。で大宝律令701年にできた、唐に習ってできた日本の法律、これは大宝律令、701年にできた日本の法律は何ですか、大宝律令と、このようになりますね。では全体を通して復習していきましょう。簡易十二階の姓は何ですかと、これは才能や功績のある人物、これを役人に取り立てる仕組み、才能や功績のある人物を役人に取り立てる仕組みは簡易十二階、十七条の憲法は役人の心得を示したもの、役人の心得を示したものは十七条の憲法と、で遣隋使、何の目的で行ったのと、隋の進んだ制度や文化を学ぶために行ったと、代表的な人物は小野妹子と、ね、隋の進んだ制度や文化を学ぶために使わされた、派遣されたものは何ですかと、遣隋使と、こうなりますね。大河の返し、645年中野大江の寺と長富仲間たりが蘇我氏を倒したことから始まった改革を大河の返しにというと、で倒したのは蘇我イルカ、イルカを暗殺した事件ですね。でどんなことがやられたかというと、その後の改革では公地公民ができました。公地公民というのは、土地と人民を国が直接支配する仕組み、ね、土地と人民を国が直接支配する仕組みがあった公地公民とこうなります。で反田収支の方が定められました、これによってじゃあ一定の年齢の人物に与えられたとは何ですか、区分田、区分田っていうのは反田収支の方によって一定の年齢になった人に与えられた田んぼのことと、こうなります。で壬申の乱は何ですか、天智天皇の死後、で次の天皇の座をめぐって起きた争い、天智天皇の死後次の天皇の座をめぐって起きた争いは何ですか、壬申の乱と。でこの壬申の乱で勝って天皇になった天皇は何ですか、天武天皇と、こうなります。で701年日本にできた法律は何ですか、大宝律令と、このように質問を自分で口から言って答える練習、何度も何度もやっておくとスラ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 できるようになってきます。そうするとそれは頭の中に残っているということなので、ぜひこの練習をやってみてください。今日は飛鳥時代について復習しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に、歴史の復習をしてみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。